ここがフォドランなのか。見渡す限り廃墟のようだ。ここが本当にソフィーの故郷かもしれない場所なのか。この辺り一帯でかつて大きな戦いがあったようだ。それらしき痕跡があちこちに残っている。いつ頃のものかは不明だが。緑が見当たらないせいかしら。なんだか寒々しい感じがするわ。遠くの方に見える丸くて青いのが私たちの世界なんだね。私たちの世界からこっちの世界は見えなかったのに逆は大丈夫なんだね。一つ聞きたいのだが、このシャトルはもう一度動かせるのか。さすがにここまで豪快に壊れちゃうと難しいかもしれないな。それじゃあ僕たちはこのままでは元の世界に戻れないんじゃないですか。そんな、それじゃあソフィーを治せたとしても帰れないわ。ソフィーを治す過程で修理方法も一緒に調べればいいんじゃないかな。そうするしかなさそうですね。よし、とにかくまずはソフィーを治すことを最優先に考えよう。俺たちはそのためにここまで来たんだから。人がいれば話を聞きたいんですが、近くに町はないんでしょうか。みんなちょっと来てみろ。向こうに何か見える。なんだあの物体は。まるで空に浮いているようだ。あれがもしかしたらフォドラの町なのかもよ。あれが町だって。だとしたらあそこに行けば誰かに会えるかもしれないわね。よし、とにかくあの施設まで行ってみよう。パスカルの言った通り、ここは町だったようだな。しかしここもひどい荒れようね。こんなところで今も人が暮らしているのかしら。フォドラへ来てからというもの、こんな光景ばかりですね。ちょっと、あそこに誰か倒れてるよ。ソフィー。ソフィーとは違いますが、服装は確かに似ていますね。なんだ、何をした。ちょっと触っただけだよ。そしたら消えちゃった。人がいた。おい待ってくれ。おい、ようやく生きた人間に出会えたな。急いで後を追いましょう。何としても話を聞かなければ。あの装置がどうかしたのかな。これは中に人がいる。脈も呼吸もないわ。でも死んでいるようには見えない。どういうこと。サイ、あなたがあの人たちをここまで案内してきたのですか。生きていたのか。あなた方はどこのどなたですか。アスベルラントと言います。フォドラとは別の世界からやってきました。別の世界というとエフィネアから。封印が解除されたのですか。エフィネア。そうではない。変ですね。
だとするとあなた方はどうやってここへ？私のご先祖様が途中まで作ってたシャトルを利用して飛んできたんだよ。着陸するときに壊れちゃったけど。ご先祖様、もしやあなたはアンマルチアの？うん、そうだよ。アンマルチア族を知ってるってことは、もしかしてアンマルチア族ってこのフォドラと関係があるってこと？その通りです。あなたはフォドラの方ですか？はい。自己紹介が遅れましたね。私の名はエメロードと言います。まさかエフィネアの方とこうしてお会いすることになるとは思いませんでした。エフィネア、それがフォドラにおける僕たちの世界の故障ですか？なるほど。私は長いこと眠りについていたようです。長いってどれくらい？千年ほどになるでしょうか。千年？この世界の混乱が収まるまでと思っていたのですが、こんなに時が経っていたなんて。あなたがフォドラの方ならぜひお伺いしたいことがあります。この子をご存知ありませんか？プロトスヘイスではありませんか？どうやら壊れているようですね。あなた方はエフィネアからこれを運んできたのですか？壊れたって？もしやあなた方はこのプロトスヘイスが何なのかご存じないのではありませんか？このプロトスヘイスは人間ではありません。私たちフォドラの研究者が戦闘用として開発した人造ヒューマノイドなのです。ヒューマノイド？人の形をした人にあらざるものです。人にあらざるもの？だから7年経っても昔の姿のままだったんですね。どのような存在であろうと、俺たちにとってソフィーがソフィーであることは変わらない。エメロードさん、俺たちはソフィーを治すためにフォドラへやってきました。ソフィーを治療することは可能でしょうか？プロトスヘイスには自動修復機能が備わっているのですが、それがうまく働いていないようですね。損傷がひどい。これはもしラムダが。プロトスヘイスを修復するにはヒューマノイドの研究施設に行く必要があります。ですが、私が休眠する以前からあそこは危険な場所でした。今ではもっとひどい状況でしょう。あなた方の生命が危険にさらされる可能性は極めて高いと思われます。プロトスヘイスの状態はあまり良くありません。それに装置が今も動くかどうかも定かでありません。それに仮に障害を乗り越えたとしても、プロトスヘイスは元通りにならないかもしれません。そんな。それでもあなた方はプロトスヘイスのために危険を冒すというのですか？はい、行ってみようと思います。ソフィーはかけがえのない俺たちの仲間ですから。わかりました。そこまで決意が固いのであれば、これ以上何も申し上げることはありません。プロトスヘイスの修復には施設にある特別な装置を使います。装置の操作は私でなくては不可能でしょう。私もあなたたちと一緒に行きます。ありがとうございます。それと、あなた方が乗ってきたシャトルのことですが、こちらで修理いたしましょう。サイ、あなたはシャトルを発射場に運び修理をしておきなさい。皆さんが帰るときに困らないように。いいですね？シャトルは落ちた場所にそのままになってるから、どんどんいじってくれていいよ。本当に助かります。ありがとうございます、エメロードさん。では研究施設へ向かいましょう。この機械、ソフィーの幻を映し出した機械に似ているな。研究対象の記録映像が残されている装置です。ラ・ムダ？また出てきたよ、この言葉。一体そのラムダというのは何なんだ？
ラムダ、その名は私たちにとって悪夢の代名詞です。悪夢？どういうことですか？もともとラムダというのはラスタリアを研究する過程で偶然発見された生命体でした。ここの所長だったコーネル博士が研究していたのですが、それが悪夢の始まりでした。ラムダの恐ろしい点はいろいろとありますが、体組織からモンスターを生み出せるのもその一つです。ポドラはそのモンスターのせいで大混乱に陥り、こうして滅びてしまったようなものです。この繭は僕たちの世界のあの島にできたものと非常によく似ています。ポドラを危機に陥れた後、ラムダはあなた方の世界であるエフィネアへ逃亡しました。私たちは対ラムダ用戦闘ヒューマノイドを開発し、エフィネアへ送り込みました。それがあなたたちがソフィーと呼ぶプロトスヘイスの正体です。ですがプロトスヘイスはラムダ根絶に失敗したとの報告が同行した仲間から寄せられました。私たちは仲間とも協議し、消息不明のラムダを封じるためにエフィネア全体に封印を施しました。それから長い年月が経ち、今日こうしてあなた方がエフィネアからやってきたのです。ソフィーはラムダという存在と戦うためにエフィネアへ来たのか、あの繭を作ったのがラムダなのか。でもそうだとするとおかしなことになるわ。だってあれはリチャード陛下が。見た目はとてもリチャードに似ていたけど、ラムダが化けてるってこと？リチャードかラムダなはずはない。俺はリチャードをよく知っている。モンスターなんかじゃない。ソフィーの様子がおかしいわ。先を急ぎましょう。わかりました、行こうみんな。ソフィーの体が。粒子化が始まってしまいましたか。粒子化？プロトスヘイスは肉体が粒子体で構成されているのが特徴です。今光っているのがプロトスヘイスの肉体を構成する粒子体です。一つ一つは砂よりも小さなものですが、それが無数に集まり結合して人の形を取るのです。アスペル、シェリア、ヒューバートも。え、これってどういうことなの？プロトスヘイスの粒子と同期しています。これはプロトスヘイスが分源保全を行った結果のようです。分源保全？プロトスヘイスはひどく損傷した場合、粒子化して自己の機能を休止させ肉体の再構成を行います。これを単粒子保全と言います。そして分源保全とは、粒子化した状態で粒子を別の器に分割することです。プロトスヘイスはあなた方の近くで粒子化したことはありませんでしたか？7年前のあの時か。しかし分源保全は実行することはないはずです。分源保全は単粒子保全に比べ完全な再構成が非常に難しくなるからです。失敗すれば復元が不可能になってしまうこともあるほどです。なのにどうして。その分源保全はもしかして器自身にも影響があるんじゃない？確かに器の中で再構成の準備をする際に器自体にも再構成を働きかけます。つまりソフィーは自分の命を三つに分けて与えることでアスベルたちの命を助けたんだよ。そうだったのか。7年前ソフィーは消えたのではなく俺たちの中に入ったのか。私たちずっとソフィーと一緒にいたのね。もしかして僕たちがソフィーと同じ力を持っているのもそれが影響しているんじゃ。
ソフィー。じゃあ今の粒子の状態でもう一度分源保全するとどうなるの？分源保全後は自己保全機能の再構成ができないため、自己保全自体ができなくなります。俺たちのためにそんな危険なこと？ありえない。プロトス・ヘイスがこんな形で自身を犠牲にするなんて。この状況での粒子化は大変危険です。急ぎましょう。そこにあるのがソフィーを治す装置？プロトス・ヘイスを台に寝かせてください。では始めます。欠損状態を確認。補填作業開始。ソフィー。ゼロ、十、四十、七十、九十。ソフィー、私たちの声が聞こえる。ソフィー、ここだ。俺たちはここにいる。ソフィー、どうした？苦しいんですか？しっかりしてください。プロトス・ヘイスの精神を構成する粒子体が装置に逆流しています。ソフィー、逆流した粒子体の一部が実体化してしまったようですね。パスカルさん、何を？ソフィーの精神の実体化ということは、これはソフィーの気持ちなの？こんな風に思ってくれていたのね、ソフィー。またソフィーが。今度は何だ？リチャード、
ザードにだけは攻撃するの。やっぱり自分をひどい目に遭わせた張本人だからかな。でもあれは、皆さんの本気に期待しますよ。それではこちらも波動熱風魔人の閃光左一点天の総連覇断念弾の攻撃で到来消えるオンスティアーク悪鬼の滅せよメルアロール目を覚ましたか。やった、みんな、ソフィー、私たちのこと見える？体の具合はどう？どこか変に感じるところはない？平気だと思う。よかった。じゃあ治ったのね。よかった、本当によかった。みんなありがとう、私を治してくれて。プロトス・ヘイス、ラムダ根絶に失敗したのですね。私がやらないといけなかったことって？わからない、わからない。ソフィ、再構成に必要な粒子体の補填はうまくいったはずなのに、生命維持機能は問題なく回復したようです。ですが情報統合に若干の問題が見られます。最終調整のためにもう一度先ほどの研究室へ行っても構いませんか？わかりました。ソフィ、大丈夫か？うん。それでは研究室へ戻りましょう。プロトス・ヘイス、こちらへ。さあ、これをご覧なさい。思い出した。私の使命、ラムダ、消さないと。ソ
フィー大丈夫か？どうやらうまくいったようですね。どういう意味ですか？プロトスヘイスはラムダを消し去るために作られた戦闘兵器です。ラムダの情報に関して混乱が見られたため、再度情報を与え直したのです。今度こそラムダを消し去る。今度こそラムダ。遊んでいたのか。嬉しい時はこうするんだ。器が魂を形成することもあるのだよ。見てまえ、日に日に人間らしく成長しているではないか。私が何のためにラムダを人間として育てることにこだわったと思うのかね。私は何？今のラムダって言ってたような気がするけど、あれはどう見ても人間だった。エメロードさん、ラムダは人間なのですか？いいえ、ラムダは人間ではありません。他の生命に救う悪魔なのです。それってつまり寄生しているってこと？もしやリチャード国王はラムダに？ではラムダを倒すにはリチャード陛下と戦わねばならないということか。そんな。ソフィー、しっかりしろ。ソフィー、これ以上は無理か。ソフィーは治らなかったんですか？まだ軽い混乱が残っていますが、問題ない範囲です。ラムダ消さないと。でもラムダは教えて、アスベル、ラムダは何なの？ラムダは、あなたはラムダを倒すために作られた戦闘兵器です。ラムダの姿が何であれ問題はありません。今度こそ任務を遂行しなさい。待ってください、ソフィー。お前ラムダとリチャードと戦うことをためらっているんだろ？それは俺たちも一緒だ。エメロードさん、何か方法はありませんか？リチャードはまだ完全に乗っ取られたと決まったわけじゃない。俺は諦めないぞ。そうだよ、ラムダとも意思の疎通が可能かもしれないし、諦めるのはまだ早いよ。ラムダと話し合うつもりですか？ラムダとだけではありません。リチャードともです。アスベル、ソフィー、これは俺たちみんなの問題だ。一人で何とかしようなんて思うな。俺たちがいるじゃないか。みんながいる。これはどうなっているんだ？私たちの力が共鳴している。共鳴？私の力がみんなの力の元になっているから。昔ソフィーは俺たちに力を分けることで命を救ってくれたんだったな。助けてくれたのはみんなの方。みんなが私に生まれ変わる力をくれた。ソフィーが僕たちを助け、僕たちもソフィーを助けることができた。そういうことですね。私たちこの光で結ばれているのね。なんだか羨ましいな。ね、教官。ああ、そうだな。助かる、教官。よし、元の世界に帰ったらまずはあの眉を突破してリチャードのとこへ行かないとね。ラムダの眉はプロトスヘイス単体で突破するのは不可能に近いでしょう。何かうまいやり方ないかな。シャトルに強化措置を施し、突入時に勢いをつけることで眉を破ることが可能です。だったらそれは。しかしそのために必要なパーツを入手しにある場所へ行く必要があります。
パーツさえ見つかれば再加工してあなた方のシャトルに使用することができるのですが、ある場所というのはバシス軍事基地と呼ばれるところです。そのバシス軍事基地というのはここから遠いんですか？じゃあ決まりですね。ここからだとテロスアスティに戻る途中で寄り道することになりますね。よし行こう。